ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の有吉、対するライオンズの先発はエースの菊池、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。マリーンズ追加点のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で初球を打ちました。セカンドゴロ正面、アウト。スリーアウトチェンジ。満員のゾゾマリンスタジアム、その上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。8回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは中村、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げました、危ない球。第3球を投げました、外れた、ボール。投球これから4球目、4球目ストライク。投げた、アウトローを見送ってストライク。さあ6球目、結局フォアボール。ライオンズ代走を起用します。熊代一塁に入りました。左対左の勝負になります。今日はここまで3打数ノーヒット1三振、タッチセーフ。もう1回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、1つ外した、ボール。一塁ランナー上げた、三振。ボールを二塁へ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第1球投げた、ジャストミート、抜けた、センターバックホーム。木村、いいバッティングを見せました。マリーンズなおもピンチが続きます。バッターは9番金子。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球投げました、外角低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました、投げました、ストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を見送ってボール。投球これから4球目、ストレートはボール。第5球投げました、打ちました、ファール。さあ6球目投げました、三振。バットが空を切りました。今日2本のヒットを放っている秋山。第1球投げました、初球見送ってストライク。まずは決めてきました、投げた、危ない球。第3球を投げた、空振り、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、引っ張った、取りました。これで3アウト。マリーンズこの回ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。8回の表が終わって2対1、ライオンズ、このマリーンズ2点差に届かず敗れました。本日のヒーローは山川、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように3対1、マリーンズ2点差で敗れました。勝利投手は菊池、敗戦投手